風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人は持ってきてくれた。牧歌の城の名手はスメールの霊神蛇士よりもうまいと認めざるを得ない。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。少し申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな。おとなしくしやがれ。はどうだ。おとなしくしやがる。このスープが水元素の代わりになるな。早速火をつけて実験を始めてみるか。これでいいよな。オイラもサンプルの番号と。じゃあ始めよう。結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだ。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよな。ちゃんと観察しろよ。
は2番のヨドマリ石からだよな。お、またヒルチャールが来た。しつこいぞ。ヒルチャールは食べ物を無駄にしたことをかなり怒ってるみたいだな。見つかったらどやされちゃうよ。しく仕上がれ。この瞬間、お前は永遠を手にする。これ
前って本当にせっかちだな。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？ロイ、それじゃないだろう。ちゃんと。そうそう。かしこまりました。お気に召すな。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なよなあ総選、はあ、言い伝えによるともう過去のこと。どういいのか。元王帝君の加護がなく、リーゆえ七世とたゆまぬ努力選び終わったことだし。おい待て。ああす、うん。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする？結構足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額なあ。一モラも出してないくせによく言うよな。なあど、お前って本当にせっかちだな。ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは、そうするしかないな。ところで、ここが総選儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。
そうだ、同じ場。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。でも、それと伝統的な呼び方をも。そうだ、その名前だ。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。そういうことは、儀式が行われるまで。黄金リーウェ唯一のぞ。いや、別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利は。総選儀式は七星に黙認。それぞれの目的があるのだろう。契約の神がおさ高校。いや、神へ捧げる高校を作るには芸商という名の。また詳細は割愛させて。芸商花ってあるか。芸商花、何も知らない他国の。に金翼増強、山の花錦。おお、お客さん苦労とですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。ん、あったこと。ああ、旅人さんでしたか。申し訳ない、先ほどは言葉が過ぎましたね。さあさあ、ご覧ください。何か質問がありましたら、ぜひ遠慮なく。ふん。育った環境や交配状況によって、例えばこの品、そしてこっちだ。最後の品種は、しかし今と。はあ、たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。褒めす店主ぜ。またか。芝居を見るときは。だが知らないとは思うが、こういう古い時代のしきたりや一部複雑。しかしこれは3700年間。ふん。またモラを持ってきてないのかよ、勝利。
お客さん、すみ、そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あのゲーセン儀式の後、不吉なことは口にしたくない。岩王帝君のた、過去に岩王帝君、とにかく金を忘れてきたしょ。いえ、ほんの気も、花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ。できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利だから、都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができた、冒険者協会に作れる人がいるかもな。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。悪いね。依頼を出すほどのことじゃないんだ。え？そういうのをつく。でも、あら、そう言われてみると、あ、もし、あー、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？お姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ、高校ね、化粧品に香りがついてるから、普段は不当の付近でお店を出し、そうか。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ、彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね。やった情報。来た？え、どうした？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来おへんから心配したんよ。ある意味うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？
なんかオイラたち変質者みたいになってないか。噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？若いのに意外と欲張りやね。なあ、とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。はいはい、ほな作ります。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、万民堂。ウー師匠に言っといたわ。席、女子としての責任や。うちが準備しとる間に。水は汲んできたん？万民堂の裏を探してみたらええかも。ウー師匠はプロの。次は合成台で芸商場の高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸商場の水分が。
ほんなら、三種類と。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。お前って本当にせっかちだな。商売やね。残すは一番肝心な工程や。さっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから。ゲイショウバナの水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。想像よりええ人やね。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。けしからん。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれる。最後のは優しい香りやけど長持ち。ほんのりスモーキーさを感じさ。ちゃんと覚えとう。間違った。やらしい。うちに。ほんなら、さえ、さんまたするんやったら、まずどこ。時間あったらまた春光用においでな。これで3種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。お前って本当にせっかちだな。
お前もサボることがあるんだな。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。お前って本当にせっかちだな。待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた眼王帝それもそうか。どう、三つともご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りだって。うぐっ。二つ目は高貴な。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのりなんとかかんとか大人の女性に受けがいい。あれ、今のって。あれって大人の女性、まさか眼王眼王帝君の化身は数多く存在する。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。リーユエ七世が早く真犯人を捕まえてく。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは眼王帝君へ送る品の準備に集。これでまた一つ準備が終わったな。次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。おお。で、なあ、ちょっと事情があってな。ほう。な。お前もサボることがあるんだな。
諸行無常。おや、若者や、花見でもしに来たのかい。残念じゃが、このルリユリはもう散ってしまったよ。この花、ど、ばあやが若い頃、このルリユリ、例えば笑い声や歌声、たの逆に良くないこと。たと、じゃあこの花たちは今リユ、そうじゃ、ファデュイの陰謀だの。この港はまるでマッチ、ああ、この話は、ああ、あれか。あの鈴はばあやが若い頃に、その鈴をじっと見つめていた。あの時彼は言っておった。過去にこの鈴がいつの間に、ばあやの老いた。そうだよ、おばあ、ついでに、へ、子供たち。ん？お、あ、あ、ばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよ。この壺を見、荷物が全部？失礼だ、そうだとしても、おお、そこはばあやが荷物を入れてるつぼじゃ。鈴を探しにお行き。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんのつぼの中？どういうことだ？掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。おとなしくしやがれ。これ。騎士の風格に気をつけます。くそ、
こいつはどうだ。先人の鈴まで持ってるなんて、あのおばあちゃんもしかして仙人？ますます怪しい。これ。こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。風邪ひくない？岩の重さは安心できます。おとなしく仕上がれ。頼んだわよ。はい。
瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。こいつはどうだ。お前って本当若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、ばあやが仙人かどうか。もう、分かったような。変だと思わない？おかしな子じゃ。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのはきっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。
だからバーヤは鈴を渡す。当然じゃ。おい、これはおばあちゃんのだぞ。用事。お、素直な子。でもこの鈴は寂しがり屋でね。さあ、鈴、それとあなた、時間があったらお茶をしに来て。の、伝え。これで間に合いますね。安全に気をつけてくれよ。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。ああ、確かに先人の鈴だ。一緒に高校も置いておこう。知り合いでなければ。あや、そうだ、おばあちゃんから時間があったらお茶をしに来てほしい。その口調似合わない。時間があったらいい。それで儀式。ああ、次はタコ、一緒に遊んでくれるのか。違う、タコは子供のおもちゃだが、詳しくは後で説明する。
けが必要な方がいるはずです。今日はどっちにしようかな。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。Aquí haciendo una misión que me mandaron a entregar unas cosas aquí, entregarle imágenes. Entonces.Tranquilito. Dando drops a la gente.Tienes la otra persona que quieres. Será esta. Esta no, ¿eh? ¿Y de dónde eres? Coco. Coco. Te voy a llamar Coco. Que me hace más fácil.Esta no es tampoco, yo creo que esta tampoco es. ¿Eres tú? No. ¿De qué país? ¿Cuál es de man
み合いますね。あのさ、¿Y tu nombre de dónde proviene? Porque te gustan las sims o algo así. You don't have idea? Yet. No es tampoco. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?